こんにちは。マークテクノロジー研究所の松田です。はい。今回のですね、えー、パソコン黎明期の回顧録135回目です、はいえー。タイトルはですね、スティーブ・ジョブズの衣装がずっと変わらなかったは伝説。<laughs> スティーブ・ジョブズの衣装がずっと変わらなかったは伝説。 ねえー、という、ね、タイトルでお話をお聞いていただきたいと思います、まああの。だいぶ前になりますけどもね、スティーブ・ジョブズの大ファンという、ねえー、方と長電話をする機会がありましてね、楽しいひとときを過ごしたんですけれども、えー、ただしその話題の中にはね、えー、おやおや、あれあれといったね、 とと思うことも正直いく,つかいくつかありました、えーまあ、すでにね、ジョブズの言動のあれこれは、えー、もう伝説化しておりましてね、えー、その中の、えー、そうですね、えー、かなり知られていることとして、彼、スティーブ・ジョブズの衣装、ねえー、すなわちそのいでたちが、 10年以上全く変わらなかったというね、えこ、ー、誠しやかな話があります。ね。えー、確かにね、スティーブ・ジョブズの姿をほっとこう思い浮かべるとね、えー、キーノートなどで見るその姿、えー、黒いタートルネックとジーンズ、そしてスニーカーといういずたちが思い浮かびます。 そして多くのジョブズファンならずともね、強烈な印象を与えた、まあ、そうした情報としてはですね、2010年に紹介されました fastcompany.com という記事がね、日本でもただ他のメディアにもね、繰り返し紹介され、紹介されたことからね、 ジョブズの出立ちが公の場では10年以上ずっと同じだったというね、えー、まあ、イメージ、伝説を我々に、えー、植え付けたのかもしれませんね。えー、ただし厳密な意味で言えばそれはまさしく、えー、文字通りの伝説でありまして、事実とは違うということをね、知っておいても、そうはないと思いますよ。はい。 えー、先ほど申し上げましたファストカンパニートコムによるね、ビジュアルはね、1998年から2010年までの間、ねえー、2001年に靴の色が違ったことが一度だけあったけれども、あとは同一ファッションだったということをね、まあ、強調している記事なんですけどもね。まあ、それはね、よくあるように、 自説に都合の良い部分だけをピックアップした、えー、そうした記事でした。えー、なぜならば、えー、例えばね、1998年に、8年以降に限ったとしてもですね、その1998年5月、WWDC において初の iMac を発表した際、 スティーブ・ジョブズは、ね、スーツ姿でした。スーツ姿。ねえー、そして1999年のマックワールド・エクスポ・サンフランシスコでは、ジーンズを履いていたものの、上着は白のタートルに黒いジャケットでした。ねえー、そして同年のマックワールド・エクスポ・東京も同じスタイル、えー、だったんですね。 さらに2001年のマックワールドエキスポ東京ではね、やはりスーツ姿で登場し,しました。えー、むろんなぜそれぞれの時に黒いタートルとジーンズでなかったのかは、ゆりよしもありませんけどもね、えー、スティーブ・ジョブズ本人にしてみれば、何らか理由があったんでしょうね。えー したがってね、ファストカンパニードットコムのビジュアルも、例えば1999年は1月のエキスポですね、サンフランシスコ、2月のエキスポ東京、7月のエキスポニューヨークとね、大きなイベントが3回あったわけですけども、黒いタートルネックとジーンズといういでたちをしたニューヨークのジョブズだけをピックアップしたにすぎませんでした。うん。 まあ捏造とは言いませんけれども、ね、うんまあ、意図的に、えーね、言いたいことに合わせた内容を作り出しているということですね。メディアにはよくある話ですが。で余談ながらね、ジョーズのジーンズとシューズについて一言付け加えますと、ジーンズはリーバイス501。 それから、えー、シューズはニューバランスですかね、だと言われています。まあ、それは間違いないようですが、2009年9月のスペシャルイベント登壇の際には、えー、病気でね、激安性した姿で登場したからでしょうけども、初めてジーンズにベルトが使われていたっていうのはね、えー、大変痛々しかったです。 えーまあ、ちなみにこれらをね、えー、今更容易に確認する手段は多々あるわけではないんですけれども、えー、もしね、えー、ご興味のある方は2011年10月に出版されたマック・ピープル誌、ね、月刊誌ですね、マックの。マック・ピープルの別冊付録、スティーブ・ジョブズ・キーノート・ヒストリー。 えを参照されることをね、お勧めしたいと思います。はい。えー、まあ、スティーブ・ジョブズのいでたちがね、十数年も全く同じという話はね、いかにもジョブズが得意な、えー、人物像としてね、興味をそそる面白い話ではありますけれども、事実はね、そうそう単純では ないといととうことですね、はいえー、今回はスティーブ・ジョブズの衣装がずっと変わらなかったは伝説であると、ねえー、そうした、えー、お話をさせていただきました。ありがとうございました。